こんにちは、リナです。今日の動画はじゃーん、グレールの購入品紹介です。イエーイ。はい、ということで今回は全部で20点かな。で、だいたい3万5000円分ぐらいです。めちゃめちゃ大量なので、もうどんどんサクサクっとテンポよくやっていきたいと思います。ではスタート。はい、一つ目のコーデがこちらです。じゃじゃーん、めっちゃ可愛すぎる、やばい。こんな感じです。はい、じゃあ一個ずつちょっと喋っていきますね。まずこの緑のトップス、これがめちゃめちゃ可愛い。なんかリナめっちゃ緑が好きで、結構差し色に緑とか使うねんけど、カバンとかが多かってんな。で、トップスってなんかあんまり意外と持てなくて、で、欲しくて買ってみた今回。こんな感じです。なんかめっちゃ素材感が最高。なんかカシミヤって書いてたから、え、めっちゃ安かってんけど、やけどめっちゃ気持ちいいし着やすい。で、このスカート、このなマーメイドスカートがマジで可愛すぎる。ほんまに優秀、もう優秀、優勝って感じ。結構シンプルに見えるけど、なんかレザーで素材感でちょっと高級感出しつつ、でなんかこのな線が入ってんのよ、わかるかな。もうこういうデザイン性があるのがめっちゃ好きで、可愛いと思って選びました。で、このバッグよ。このキルティングの感じもめっちゃ可愛いし、ゴールドとそんなに大きくはないから、ちっちゃい財布と携帯やったら入るかなって感じかな。リナがさ、ストレートやから、骨格ストレートの人は結構ほんまにマーメイドスカート綺麗に着れるなって思った。だからこれもめちゃめちゃラインも綺麗に見せてくれるし最高。で、足元はこんな感じでショートブーツ、白のショートブーツを合わせてみました。白のブーツってさ、結構、汚れやすいし、だいたいみんな黒の方が無難やからさ、黒選びがちやと思うんだけど、結構な白のブーツって使えるねん。だからめっちゃおすすめやし、1個持ってたらほんまにいいと思う。なんか春先までも全然使えるから、白っておすすめ。で、この上にさっきダウン羽織ってたんやけど、これもめっちゃ可愛い。なんかここの、なんていうの、首元のこのボリューム感がリナめっちゃ好き。なんかさ、この辺ボリュームあったらめっちゃ小顔効果ならん。次、はい、2コーデ目がこちらです。じゃじゃーん、あれや、なんかめっちゃ上品な大人のお姉さんっていう感じのコーデにしてみました。このトップスニットが、よいしょ、こんな感じでちょっと長めかな。で、横にスリットが入ってる感じになってます。なんか画像が結構白っぽかって、だからもうちょっとパキッとして白かなって思ってたけど、届いたら意外とちょっとクリームっぽかった。でも全然可愛いし、この袖のなんていうの、ボリューム感、萌え袖になる感じがめちゃめちゃ可愛いと思います。で、じゃじゃーん、このバッグ可愛すぎん、これやばくない。なんかさ、ちょっと高級感あるし、なんかほんまにさ、これだけやったらめちゃめちゃシンプルやんか。そうやけど、こういう柄っていうかな、ちょっとなんか特徴ある感じのバッグを持ってきたらめっちゃ大人っぽくなるし、最高って感じです。はい。で、靴はこれ、前のグレールの購入品紹介の時に紹介したショートブーツを履いてます。はい、こんな感じです。ちょっとお姉さんみたいな感じのコーデにしてみました。では次、ごめん、さっきとな全く同じコーデやねんけど、ちょっと思いついてやってみたいコーデがあったから、ちょっとやってみます。はい。で、これに、これもさっき1コーデ目の時に紹介した緑のトップスをちょっと肩からかけてみたいと思います。こんな感じ。今の季節やったらもうこのニットの上にアウター着ないと寒いと思うねんけど、もうちょっと暖かくなって春とかなったら、こういう感じのコーデとかもめっちゃ可愛いと思います。なんかさっきとほんまに全く同じトップスとスカートで同じコーデなんやけど、こうやってちょっと小物っていうかさ、変えるだけでだいぶ印象も変わるし、全然違う感じのコーデになるなって思いました。はい、次行きまーす。はい、4コーデ目はこんな感じです。じゃーん、
え、やばいね、けどめっちゃ好き、こういうの。はい、でこの白いニットは前回のグレール購入品紹介で紹介したトップスで、でスカートはもうあの毎回、はい、すいません同じで。でニットはこの青のニット、これやばいね、こうさ素材感なんかこのクッキーモンスターみたいな、え、わかる？なんかクッキーモンスターみたいな生地知ってる？え、クッキーモンスターって知ってるかな、みんな。え、知ってるやろ。知ってる？写真だ。出せば。クッキーモンスターみたいな感じの素材で、なんか結構なんていうの、毛が抜けるかなとか思って、この白いさニットとかにつくかなって思ったけど全然大丈夫やった。でこの帽子はレザーのキャスケットをかぶってみました。でその帽子とスカートであの素材感をちょっと統一させてるのがポイントです。でこのキャスケットはフリーサイズやってんけどちょっと大きかったなって感じはする。だからちょっと心配な人はちょっとやめといた方がいいかもしれんけど、はい、次行きまーす。はい、5コーデ目はこんな感じです。じゃーん、またマーメイドスカート。これだからほんまに使える、マジで今の5コーデ全部このマーメイドスカートでやったんやけどさ、もうこの時点で5コーデできてるからさ、ほんまに着回しできるからマジでおすすめ。かわいい、こういうなんかモカっていうんかな、なんかこういう感じのニットを持ってなかったから1枚ちょっと欲しいなって思って、なんか結構落ち着いた感じになるやんか、だからちょっと買ってみました。あ、でこれもな、結構このボリューム感とゆったりした感じが可愛いです。結構このお腹周りとかお尻とか気になる人とかはなんかこういうのをニットとか出してきたりしても可愛いかなって思う。まあ個人的にはリナは入れてる方が好きかな、足長く見えるから、やっぱり足長く見せたいからさ、どうしても。でも全然どっちでも可愛い、お好みでっていう感じです。次、はい、6コーデ目はこんな感じです。じゃじゃーん、なんかこういう白いワンピースをめちゃめちゃ着こなしたくて、リナなりにちょっとチャレンジしてみた。でなんかこのタートルネックをなんか青入れたくって、普通の青じゃなくってなんかこういうちょっとネイビーな感じのタートルネックを中に入れて、この首元からとちょっと袖からチラッと見せたくって、こういうコーデをやってみたかった。似合ってる自信はないんだけど、こんな感じです。しかもさ、リナ顔押さないからさ、なんか給食当番の人みたいになっちゃって、なんかイケてる。え、でもほんまに着こなせる人はめっちゃ可愛く着えると思う。ちょっとリナには難しかったかな。次行きまーす。はい、7コーデ目はこんな感じです。じゃじゃーん、こういう青のさトップスとこの白いカバンの相性がめっちゃいい感じ。この後ろのスリットがめっちゃ可愛い、わかるかな。これがなんか結構セクシーさを出してくれるかなって思います。でなんかここがさ、なんていうの、わかるかな、太い感じでキュッてしてくれるから、あのウエスト周り、あ、見て、ウエスト周りが細く見えます。でリナやったらこの上に黒のロングコートとか羽織ると思います。ちょっと羽織ってみる。こんな感じ、こんなん大好きやわ。かわいい。でも今回はグレール購入品紹介っていうことで、せっかくやからさっき紹介したこのダウン着てみます。ダウンもかわいい、めっちゃいい、めっちゃいい、最高、いい感じ。次行きまーす。はい、8コーデ目はこんな感じです。じゃーん、ワンピース、かわいい。なんかさ、ワンピースってめっちゃ可愛くなりがちやけどさ、イメージ的に。でもなんか黒いこういうワンピースはめっちゃ大人っぽく見せてくれるやし、上品さもあるみたいな感じで可愛い。でこれめっちゃいいなと思ったのが、これな、ちょっと分かりにくいわ今、ごめん、ちょっとヒートテック着てんけどさ、ダサくてごめん。これなんか下はこのワンピースはな、キャミソールになってる、キャミソールの
ニットワンピースって感じで、この上にこのショート丈のトップスがついとって上から着てるって感じないけど、こういうのさ今めっちゃ流行ってるやんか。かわいい。しかもこれだけでもさ、あの着回しとかできるからめっちゃいいなって思った。でちょっと映えるように白いバッグを持ってみました。なんかでもこういうバッグとかでも合うと思う。さらに大人っぽさ増すかな。はい、こんな感じで次行きまーす。はい、休校で目はこんな感じです。かわいいこの白いパンツがめっちゃ可愛くて、こんなスリットが入ってんのよ、この内側に。これがめっちゃ可愛い。でこのセンタープレスもあるからほんまに足長く見せてくれるし、めちゃめちゃ可愛い。綺麗な色やし。でじゃーん、やばい、マジやばいこのさ、なんていうの、このネイビーみたいな、でも青っぽい感じの、この色がちょっと個人的に最近ブームやねんけど。やばくない？しかもさ、ゴールドとの相性良すぎんって感じ。しかもこれ結構いっぱい入るし、肩にかける紐もついてるから、2way です。結構好き、こういう、なんか高級感のある感じのバッグ。めっちゃ可愛い。次ー。はい、10コーデ目がこんな感じです。じゃーん。なんかさ、こういうブラウンのなんかロングコート、コートっていうかガウンか、これはがめっちゃ欲しくって。めっちゃ良くない？このスリットがいいよな。白いパンツを履いてたらさ、このチラッと白が見える感じとか大人っぽさを感じます。締めても可愛いし、こういうバッグ、黒いバッグがいいな。もうシンプルイズベストって感じえ、めっちゃいい、めっちゃいい。これ素材とかもなんかちょっともちっとしてて、めっちゃ着やすいです。で、あ、上のこのポップスニットはちょっとハイネックになってる感じ、リナが大好きな、こんな感じです。で、ちょっとここがゆったりしてる感じかな。で、袖はキュッてなってる感じで、形も可愛い、めっちゃいい感じはい、次ラスト。はい、11コーデ目はこんな感じです。じゃーん。デニムでちょっとカジュアルかなとか思わせつつも綺麗さがあるっていう感じのコーデにしてみました。このデニムも前のグリルの購入紹介で紹介したことがあるズボンです。このデニムほんまにスタイルよく見せてくれる。で、トップスがこうめっちゃ可愛い。これちょっと胸元が開いた感じのトップスになってるんやけど、こういう感じでネックレスとかしたらめっちゃ可愛いし、あの中になんかこういうなんていうの、あーなんやー、こうまっすぐなったやつ、ここがとかをチラッと見えてても可愛いかなって思う。チューブトップかとか着ても可愛いと思うし、なんかちょっと袖がこんな感じで広くなってるのとかがめっちゃ好きで選んでみた。可愛い。めっちゃ良くない？骨格ストレートさんとかほんまにこういうトップスいいと思う絶対得意やと思う。はい、こんな感じです。はい、以上です。なんかもうめっちゃやりたいコーデがいっぱいありすぎて、なんかまだまだいっぱいあんねん。だからそう、今回のこの動画で紹介しきられへんかったのとかもいっぱいあるから、ちょっと TikTok とかでもまた違うコーデを載せようかなって思ってるので、ぜひそっちも見てもらえたらいいなって思います。多分近々載せれると思います。リナの中で個人的にもうめっちゃ今回のアイテムで一押しやったのがこのバッグ。もうほんまに最初から最後まで動画見てくれてた子は分かると思うんだけど、マジでこのバッグばっか使ってたそう、それぐらいほんまに使いやすかったし、めっちゃもう愛用って感じ。これとあと黒のマーメイドスカート、レザーの、あれはほんまに一押し。もう全部可愛いんだけど、この2つはもうマジで絶対買ってほしいって思ったぐらいおすすめです。かな。でもなんか結構どの服もあのめっちゃほんまに着回しできるっていうのを重要視して選んだので、今回ぜひぜひみんないっぱい参考にしてもらえたら嬉しいです。ウェアと TikTok とインスタもやってるんで、そっちのフォローもぜひお願いします。ではバイバーイ。